いての問題はこちら。もし無人島に行ったらレーザーガンを持っていくのは誰？これ難しいです。やばいですよ。レーザーガン、そんなにそんなに言ったらなんで俺なんだ。破壊場のお客さんは東方くんがね弱いじゃん。レーザーガン無人島に持ってく、ケビン、ケビンが弱いじゃん。皆さんね、クリックしていただいて、あ、わからないですね、なかなかね、皆さんね、わかんない。あ、結果出ちゃいました。一番多いのは東方くんだ、やっぱり。あ、やっぱり東方くんですね。なんでどうしてそんな僕が見ますか？どうして理由書いて。え、あ、ゲームが好きだから。ゲーム、そのほら、全部金になる、マジのゲーム。そういう理由ということでございますけれども、あ、コメントでもね、ゲームが好きだからということなんですけれど、それでは正解を発表してもらいたいと思います。無人島に行ったらレーザーガンを持ってくるのは誰ですか？誰僕も知らなかった。全部みんなも知らなかった。聞くから、聞くから、聞くから、流れてここで聞くから。待って待って、じゃあ AJ 君、なぜレーザーガンを持ってくんですか？少しだけ考えてください。レーザーガンがあって、はい、あ、この場所に、うん、キングがなることができます。王子様がなる、はい、みんな倒せるからってこと。レイジョーガンはバッテリーがいらないですが。そうなの、レーザーガンはバッテリーいらないの、はい、それ知らないの。他の武器でもいいのに、なんでレーザーガンなのって。何でもできます。強いイメージがあるんだね、レーザーガン。ニューヨークでどんなことを勉強しましたか？おかしくません。コロンビアでレーザーガン、私が言ったんですが、レーザーガンはバッテリーがいらないです。そしてそれで、それで何でも合成ができます。なるほどね。そして食べて、食べてね、はい、動物とかもね、動物とか、あの、レーザーガンまず入手することなかなかできないと思うんですけど、ね、分かりました、ありがとうございます。はい、面白かった。さあ